皆様こんにちは、二宮郁です。本日はこちらスクールメイクをやってみたので皆様にシェアしていきたいと思います。では早速始めましょう。二宮郁のビューティーボックスオープン。というわけで今回はスクールメイクに挑戦しました。いい大人が何をしているんだっていう声が聞こえそうですけれども、これにはきちんと理由がありまして、今ちょっと企画しているお仕事でもしかしたら制服を着るかもしれない、いやほぼ 100% 制服を着るっていうことになっておりまして、学生さんのメイクをちょっと研究したいっていうことで今回カメラを回しております。はい、制服です。こんな感じ。可愛いよねこのスカート。あ、これいただいたものなんですけれども、すごく可愛いよね。仕上がりを最初にお見せしておきます。ほとんどね色味は使っておりません。やっぱラメとか色味とかを使うと先生にバレちゃうっていうのとね、ちょっとね毛ばくなっちゃったりとかするかなと思うので、学生さんの素肌を生かしたメイクをご提案できればいいなと思います。では早速やっていきましょう。今回たくさん準備してみました。このような感じで揃えたんですが、これを全て使うわけではありません。この中からねチョイスしていきながらやっていきたいと思います。じゃあまずベースからやっていきましょう。今回はスクールメイクっていうことなので、手が出しやすい価格帯のものの中で皆様におすすめしたいものですね、こちらです。セザンヌの皮脂テカリ防止下地、こちらからライトブルー、真ん中ピンクベージュ、こちらがオレンジベージュですね。 SPF28PA3+ 入っております。この2つはかなり皮脂を吸着してくれて、汗をかいても崩れにくい肌にしてくれます。中がねブルーピンクってなっているので、顔のトーンを上げたい方はこちらですね、血色を良くしたい方、赤みがひどい方などはこっち使っていただくとよろしいかなと思います。それからこちらですね、セザンヌのこちらの皮脂テカリ防止下地の保湿タイプ、こちらは保湿なので乾燥肌の人、冷房とかでね乾燥が気になる方におすすめです。それに似ているのがこちらサナエクセルのラスティングタッチベースシルキースムージング、こちら 30ml で1700円ですね。 SPF32PA3+ 入っております。今回はこちらを使っていきたいと思います。マキアージュとかのベースにすごく似ているので、ドラッグストアコスメの中でもちょっとデパコスに似た品質が欲しいっていう方はこちらおすすめです。しっかりと保湿した肌にのせていきたいと思います。本当に買ってよかったなって思っています。で結構私赤みが肌に出るタイプなんですね。アレルギーとかアトピーとかあるので、こうちょっと強くこすっちゃったりすると赤みが出るんですよ。そういう方学生さんにも多いと思います。ニキビができちゃったりとか赤みが気になるなっていう方、そういった方におすすめなのがこちらです。インテグレートグレーシーのコントロールベースグリーンタイプですね。化粧下地 25g SPF15PA+ 入っております。こんな感じのグリーンのベースなんですけれども、こちらが分かりますかね、結構カバー力が高いんですよ。ですので私のこのちょっとね赤みがかった肌を綺麗に均一に整えてくれます。軽く優しく叩き込んでいきます。これだけで、あと軽くお粉叩くだけでかなり、学生さんのね綺麗な肌の方なら全然そんなたくさんいろいろのせなくても大丈夫かなと思います。おでことかね赤みが出るんですよ。特に日焼けしちゃってね肌がちょっと赤くなっちゃったとか、そういった方は日焼け止めと合わせて保湿効果のある下地とか塗っておくと肌にも優しいんじゃないかなと思います。ほら分かります、かなりいい感じじゃないですか。最初赤みがひどかったけど、デパコスの下地とか結構持ってるんですけど、こちらの3本はね本当に大好きでおすすめなので、ぜひドラッグストア行かれた際は確認してみてください。ツール持ってない方とか多いかもしれないんですけれども、ツールって本当に大事なので、よかったらねこうドラッグストアで買えるプチプラで優秀なものを集めてみるのもいいかもしれません。軽くこうやって余分な肌に浮いたもの取っていきます。これがね残っていると崩れたりとか、あと肌荒れの原因になったりするんですよ。やっぱ過剰に肌の上に乗っていると皮脂と混ざってね毛穴に落ちちゃったりするので、薄付きにしていきたいと思います。はい、少し顔が明るくなりました。はい、こちらザーセムのチップコンシーラー 1.5 番です。こちら持ってる人多いんじゃないかなと思います。クマのとことかこの頬のところ、私ここシミとかねそばかすほくろ取った跡があるので気になるので乗っけていきます。こんな感じでたくさんつけすぎると厚塗り感が出てしまうので、本当にこうやってちょこっとでいいかなと思います。こんな感じ、特にこの目の下のクマがあるとな顔が疲れて見えるので、学校によってね校則が厳しいところとかあると思いますので、まあ、夏休みっていうか今この学校がねお休みになっている時期とかに練習しておくだけでも違うのかなと思います。やっぱ社会に出たらねなんかあるじゃないですか、メイクがマナーとかルールみたいなところが、それって違うんじゃないのって思うんですけど、私は自分のためにメイクをする派なので、で好きでやってるからいいんですけど、やっぱ興味のある子がね練習する
する場がないなと思っているので、むやみにねいろんなもの塗っちゃって肌を傷つけたりとかすると悲しいなと思うので、 YouTube の場でねこうやって皆様にお伝えできればいいかなと思って動画撮っております。じゃあもう一回叩き込みます。で、夏になるとやっぱ毛穴が開いてきちゃったりするので、パックを朝するのもいいかなと思います。冷蔵庫に入れといて、ひんやりしたパックをね10分ぐらい乗せるだけでもかなり毛穴が引き締まるのでいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じです。資生堂のスポーツカバーファウンデーション H101 番の部分用です。これ最近好きでよく使ってるので、動画見てくださってる方ならわかると思うんですけど、ちょっと固めのコンシーラーですね。全然クマがね消えてくれないんですよ。できるだけメイクするときは薬指を使った方がいいっていう風に言われてますね。指の中で一番力が入りづらい部分なので、優しくトントンするには薬指がいいよっていう風に言われています。ちょっと今ね顔の方が暗いんですよ。結構首私白いというか黄色っぽい白さなので、もう少し色を整えていくためにパウダー使いたいと思います。おすすめのパウダーはですね、いつも使っているこちらセザンヌだったりとか、あと学生さんにも手を出しやすい価格帯、こちらですね、イニスフリーノーセバブミネラルパウダーですね。本日はこちら使おうと思います。クラブのすっぴんパウダー、パステルローズの香りのフェイスパウダー 12g です。こちらクラブのすっぴんパウダーのカンカンに入っているシリーズのものではなくて、コンパクトタイプのものですね。可愛いですよね。サラサラの白い粉なんですけれども、こんな感じ、ほとんど色がつかずにこうテカリとかを抑えてくれる感じですね。そしてこのスピンパウダーはね本当にいいのが、肌の負担が少ないっていうところなので、学生さんにすごくおすすめしたいなと思います。デザインも可愛いのでテンション上がりますよね。鏡ついてるっていうのも特徴です。制服のポッケにねこうやって入れられるし、すごくいいですよね。で、ここからブラシを用意したので使っていきたいと思います。いつも使ってるのがこちらの6ブラシのブラシセットですね。もう1種類ブラシセットがあったんですが、合体させてます。どちらも6プラスのものですね。最近プラザーとか、ね、6プラスのこのブラシ見ることがあるので、もしよかったらね、ちょっと、学生さんにはお高いラインなのかもしれないんですけど、一本一本買うよりかなり安いし品質的に最高なので、気になった方はねぜひぜひチェックしてみてください。一旦拭いて、私このブラシが好きなんですよ。このブラシ分かりますか？この斜めにカットされてヒュッてなってるので、このね目の下とかパウダーセッティングするときにすごくいいんですよ。最高です。パフでつけるよりも薄付きになるので、私は筆でつけるのが好きです。これで押さえていきます。まだこの辺ねちょっとカバーできてないんですけど、あえて残しています。これ完全にカバーしてしまうとメイクしてますよっていう感じが出ちゃうかなと思ったので、今回はあえてカバー力低めでいってますね。ただ赤みとかそういったものがねかなり抑えられてるのでいいんじゃないかなと思います。実際に私が何かこう撮影するってなった場合はもう少しカバーするかもしれないんですけれども、映画とかドラマとかって照明が結構当てていただけるので色味がね消えやすいっていうところがあるんですよ。ですのでもう少しこう色を使ったりとかするかもしれません。はい、こんな感じ、テカってたのが抑えられて素肌っぽい感じになりますよね。眉毛描いていきたいと思います。もういつものケイトを使っていこうと思います。デザイニングアイブロウ 3DEX5 ブラウン系1100円ですね。一番濃い色、私は学生の頃完全にメイクが禁止の学校で結構真面目なところに通っていたので、メイクしてる子もほとんどいなかったですね。なんかたまに、あ、この子ちょっと軽くパウダーはたいてるなっていうぐらいの子がいるくらいで、なんだろうな、色付きリップ、高校の時は色付きリップが限界でしたね。中学の時はリップも禁止でした。日焼け止めも禁止でした。今考えるとふうって思うんですけど、日焼け止めは塗らせてよ。日焼け止めはいいじゃん。制汗剤も禁止でした。学校に持ってきていい小物はハンカチだけひどかった、ひどかった、痛い。日焼け止めは塗らせてくれ。日光アレルギーの子とかいるからね、先生もむやみに禁止しちゃダメだよね。友達に一人と親戚に一人と日光アレルギーの方がいるんですよ。それ聞いた時に教育学部行ってたんですけど、先生ってやっぱ学問だけじゃなくていろんなことを知っておく必要があるなって思ったんですよ。例えば皮膚科でもらってるねクリームとかリップとか塗ってるかもしれないし、だからそこはさ、生徒とコミュニケーション取ってもっとおおらかな心で接していただけたら嬉しいなって思う。こんな感じ、これでもちょっと濃いかも。ダイソーユアグラムの大好きなやつ、これでねよくぼかしておきましょう。私みたいに毛がある人だったらちょっとぐらい描いてもね分かんないと思うんだよね。
でも毛がない子が描いたらバレるから、あの毛のない方は眉毛を生やすっていうのが一番の対策かなと思います。続きまして、この付属のブラシですね、太い方のブラシを使ってノーズシャドウを描いていきます。ノーズシャドウはね、非常にバレにくい部分だと思うんですよ。バレにくいけれども顔の中心にある部分じゃないですか、鼻って。ちょっとね、印象が変わるんじゃないかな。一番薄いカラーでこうやって軽く影を、このブラシが本当に使いやすい。でアイシャドウはラメを入れると一発で塗ってますっていうことがねわかるじゃないですか。なので今回この真ん中のカラーを使っていこうと思います。軽く取ってね、この目尻のところにちょこっと。皆さんの学校生活って今どんな感じなんだろうね。高校生活ってネットとかも発達しているから、コスメもね気軽に買えるようになったし、いろんな情報があるから、ね、メイクしたくても禁止の学校通っている方が将来メイク嫌いにならずにやってほしいなって思う。ちょっとだけこの細い方につけて、この目の下ですねの色ムラをなくしていこうと思います。ここ色ムラがあるとね、目がくすんで見えちゃうんですよ。で結構この目の際のとこって疲れたまったらね出ちゃうところなので、このベージュでごまかしていこうよ。真ん中のカラーを取って目尻にちょこっと影を入れていきます。ラメ入ってないからバレにくい。まあでもいつもすっぴんで通ってたらどうしても違いが見えるからバレると思うんですけれども、ちょっとねこうすっぴんケアしながらメイクしたいなって方がいらっしゃれば参考にしていただけたら嬉しいなと思います。こんな感じでできてます。アイライン、こちらラブライナーリキッドで、アイラインはちょんちょんちょんってしながらこの目のキワギリギリに引いていきます。ケイトのねダブルラインフェイカーとかで描いてもいいかな。薄いし色味がね絶妙なので、この毛先の先っちょが細いからちょうどねこのまつげの間埋めやすいんですよ。で目がちょっと離れてるのが気になるなって方はこの内側までクッて入れて、私みたいにちょっと寄ってるなって方は少しだけねここ外側キュキュキュッと、横から見た時にはみ出ないくらいがちょうどいいかなと思います。なんか昭和の女の子みたいになってる。あえて切ってるんですけど、そういう風にちょっとね仕事の都合で。昭和だな昭和だな、どうしよう昭和だ、どうしよう平成を通り越して昭和だ。ちょっとだけまつげ上げようかな。おすすめはね資生堂さんのものですね。やはり価格的にも品質的にも根元から挟んじゃうとクイッて上がっちゃうので、中間から毛先に向けて。どうだろう、下まつげもやっちゃうんですよ。これ結構重要。まさか下まつげまでねカールしてるとは思わないんですよ。クッとこの下のところにグッと当ててまつげを挟んで優しくこう返していく、こんな感じ。はい、これがナチュラルなベース作りかなと思います。でもうちょっとこう足したい方のためにプラスしていこうと思います。今ね手元にねいわゆるリップスティックがこれしかないんですよ。ニュクスのリップスティックですね。これは色がついてないものです。それから色付きのリップありますよね。ニベアさんとかから出てるのかな。私このクリニークのしか持ってないんですけど、例えばこういうのだったらうっすら赤みがつきます。でもこれちょっと深い赤なので大人っぽくなっちゃうかなと思って、今回はこちらご用意しました。オペラのリップティントです。5番のコーラルピンク、発色結構いいんですよ。とろけるような発色です。こんな感じなので、ティントで1回定着させてからティッシュオフしていきたいと思います。学生さんにオペラおすすめです。すごくはい、色付きリップって感じのナチュラルな発色ですね。もしマスカラ使いたい方はクリアマスカラがいいかなと思います。でクリアマスカラじゃない方は、私このファシオのマスカラが好きなんですけれども、こういうロングタイプの先のちょっとね細いやつがおすすめかなと思います。まあマスカラはバレちゃうよねでポイントは根元にグッと当ててスッと引く、グッと当ててスッと引く、ダマにならないように。これだけで全然違います。こんな感じ、やっぱ違いますね目元が。それからチーク塗りたいよって方におすすめなのがセザンヌですね。ナチュラルチーク N の18番。まあチークはつけるとバレるんですけど、学生証の証明写真とかっていう時はちょっと色味乗ってる方が顔色よく見えるので、もしね制服着て証明写真撮ることがあったらおすすめですね。ラメ入ってないものがおすすめかなと思います。軽く取ってこう蓋とかでなじませて、これ大事、こうふんわりのせていきます。チークは本当についてるかなついてないかなくらいの方が傍目から見てこう血色がよく見えるので薄くで大丈夫だと思います。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。髪の毛を整え
えてこようかなと思います。はい、ということで部屋をちょっと整えてきました。実は私こちらね刈り上げてるんですよ。今ちょっとだいぶ伸びてきたんで分かりにくいんですけど、この刈り上げをね耳にかけるとねちょっと短いぞっていうのがバレるんですけれども、学生さんっぽくね細い編み込みをしてみました。前髪はちょっとカールして流すようにしております。こんな感じです。ということでこれで私が提案するスクールメイクの完成です。いかがでしたでしょうか。これからねメイクしていきたいなっていう方の参考になれば嬉しいなと思います。結構塗ってる方だと思うんですけど、どうですかね私の感覚なのでちょっとそこはわからないんですけれども、もしこの動画、現役高校生の方とかがね見てくださっていたらすごく嬉しいなと思います。何かまたリクエストありましたらコメント欄よりお待ちしておりますので、ぜひコメントください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。二宮いくでした。バイバイ、またねー。